こんにちは、めいめいひまりです。これから来年開催される大阪万博には交通手段が充実してないといけませんよね。そのためどのように人口と夢島で行くには新たな道のりが必要です。これからそこへ行きたいと思います。近鉄七千系特有の警笛、ビーがたまりませんな。画面奥、右側の光る道に注目してください。拡大して見てみると、光るロープに阻まれた先が、夢島方面につながる道です。まるで場面別のボスを葬った時に現れる特殊アイテムへのダンジョンのように。地上へ出ますと大阪湾の美しさに癒されますよね。左側の橋が夢舞大橋、右側の橋がこの花大橋になります。私は夢島へ向かおうとしましたが、あいにくバスがありません。運賃の高いタクシーに乗るしかありません。仕方ないね。今通りますのは夢咲トンネルです。概要につきましては、延長約 2138m、 2009年8月1日17時に開通いたしました。このトンネルは珍米工法で建設されました。あらかじめ軽村を建造し、大きさに応じて開掘され設置されます。海底か川底が掘削されるんですって。夢島へ入りました。大阪万博会場の木造の骨組みが見えてきましたね。 SE 工法のノウハウを生かしたのでしょうか。完成いたしますと、木造建築物の体積は世界最大になりますね。2024年2月15日に大阪メトロ中央線の夢島駅延伸の日が発表されました。あと11ヶ月ですよね。本当に完成するのでしょうか。トラックのフロントにゼッケンがチョークされてますね。ひらがなで夢しまってかわいい。手前に万博会場の駐車場、駅は奥に建設されるみたいです。当然工事現場の柵ギリギリなので立ち入れません。詳しく現場観察ができないのが惜しまれます。夢島は完成してから日数が経っていないので、辺りはコンテナターミナルとおっちゃんしかいませんね。いや、インフラと運送業の従事者にはお礼を申し上げます。日常の生活やレジャーは彼らで成り立っているのです。この場を借りてお礼を申し上げましょう。画面中央の橋は夢舞大橋、その左側が大阪市環境局、舞島工場と舞島スラッジセンターです。さすが大規模工事現場です。ユンボや土砂運搬トラックが大活躍していますね。それでは右折して北側へ向かいましょう。北側から進むアプローチ道路を建設しています。完成後は複々線になるのでしょうか。あと大型バスが頻繁に通るのは何が目的でしょうか。夢舞大橋から直接連絡道路を立体交差する予定でしょうか。私は見たことがないのですが、福島アプローチ線みたいです。なぜ高架橋に木製の板があるかと言いますと、コンクリートを流すための耐枠だからです。コンクリートと木製の板は接着しませんので、その特性を利用しているのです。今、タンクローリーが通過しましたね。地下鉄工事で使うのでしょうか。気になるところです。夢島コンテナターミナルからのトレーラーで合ってますか。というよりも、歩行者用横断歩道と信号がありません。左側には
夢島唯一の食料調達所、セブンイレブン大阪夢島店がありますね。兵糧攻めされたら、メタルギアソリッド3みたいに、ひもじい、ずいぶん食ってないよな、ということになりますよ。南側に向かって歩いていきます。左側に夢島コンテナターミナル事務所、右側には万博会場南側のアプローチ線になります。南側のアプローチ線高架橋は、鉄製になるのでしょうか？こちらの橋は半分しか建設されてないようですね。南側では東西を横断する交差点は一時的に閉鎖されているようですね。そのためこちら側へ行くのに遠回りを強いられています。いや、ほんまに疲れてもうたわ。南側アプローチ線を西へ曲がるとバス停がありますね。右に映っているクリーチャーは脈脈と言います。森蔵とキッコロ、戻ってきて。上の歩道橋は工事関係者以外登れないみたいです。ようやく夢島中央バス停に着きました。1時間ヘッドしかない貴重なバスですが、このバスは半年後の2024年8月で廃止となりますので、見学したい方はお早めに。でもタクシーがありますから、まあいいでしょう。私が初めて来た夢島の印象は、おっちゃんばかりで荒くれた食料や休憩所に困る人工島と印象を受けました。いや、本当に何もないですね。ですが万博開催の暁には大きく印象が変わるでしょうね。トレーラーを横目に路線バスが通ります。トレーラーがこちらをうどんじる冷たい目で見ています。工事を見て感じたことは、あのような感じで万博を予定通り開催されるかは疑問です。ほとんど更地では工事もあまり進んでいない印象でした。自民党幹部も万博開催は延期されると発表がありましたからね。ガテン系の給与を国の補助金を使って月20万円昇給するのが良いんじゃないでしょうか。小さく見える右側は北方面で舞島へ向かいます。今から行くのは南方面のコスモスクエア駅へ向かうところです。いよいよ通れずの交差点です。クレーン車は非常に重く、 GTOVVVF 音に似た発信音が印象的です。矢倉のような橋脚は仮の姿です。今映している真の姿がコンクリート橋脚なんですよ。大阪万博は1970年も今日はしていたので、廃線となった御堂筋線が乗り入れる万博線と同じ事情です。大阪市営地下鉄中央線は第3基準方式で初めて 95km/h を達成していますよね。すみません、近鉄京阪な線でした。これで夢島の万博会場及び中央線の延伸工事はどうだったでしょうか。私めいめいひまりの解説はこれで終了させていただきます。それでは新鋭車両の400系の走行風景をお楽しみください。土曜の午後はとことん香港を放送中。体力60
それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。